お疲れ様です。それでは31週目の見通しについて、まず材料からお話ししていこうかと思います。いつものように経済指標カレンダーを見ていきます。予定される大型材料がここに出ております。 で、前置きさせてもらいますけども、31週目はですね、おおよそトレードには向かないギッタンバッタンの週になると思います。まあ、その中でも瞬間的にエントリーできるところがあると思いますので、そのあたりはね、日々の相場解説でお話ししていこうと思います。全体的には、まあ、マイナス、 ですね。マイナスってのはどういうことかっていうとね、あのずっと、倍でずっとやってきたものが、今度ね、セルで取るようになると思うんですよ。うんで、マイナスの方向っていう意味なんですけどもね。まあですんで、今後、7月終わって8月9月と、秋から冬にかけて、セルで取っていく、そんな時がね、増えてくるんじゃないかなと思います。で、そうは言っても、やっぱりいきなりね、 ドル円の価格が140円とか130円の方向に一方的にバンバン進むってことは、これはまた非現実的だと思いますので、おおむね150円台で推移しながら徐々に140円台に入っていくのかなっていうところですね。まあまたね、160円の方向に向かないでもないんで、そのあたりが随分とこの月末、月初に混乱するところです。31週目、材料は、まあ、 そこそこ入るんですけども、それ以上に投資家の判断がものすごく分かれる月末月賞になりますので、まあ、そのあたりに私たちは翻弄されていくことになると思います。お覚悟ということでエントリー少なめの31週目でいきましょう。はい、まず月曜日ですけども、ご覧のように材料はほとんどありません。えですので月曜日はね、えー、もしかしたらあ、このレンジの相場で取っていけるかもしれないなってとこです。えそして火曜日、 7月30日ですけども、31日に引き続く、日銀の金融政策決定会合がございます。こちらの方、新しい発表はないと思いますけども、ただ、報道の方が古代解釈をして、えー、ある程度誘導すると思います。 そこに投資家さんもついていくような形になる恐れがありますので、えー、報道と、それから市場の反応と、つぶさに見ていく必要があります。まあですので、7月30日は、ファンダメンタルに結構認意識を向けなければなりません。同時に、米連邦市場委員会 FOMC がございます。これが2つ重なるっていうところでね、えー、まあ、相場がどのように動いていくのか、どんな発言があるのか、戦々恐々という火曜日になります。 はい、ドイツやヨーロッパの方でもね、以上のような発表がありますね。で、31日は日銀政策決定会合と、えー、短観レポートがございます。日銀の方からもね、こういった大型の材料が出てまいりますので、今の時点でどうなるかってことは、はもうはっきり言って何も分かりません。で、上田総裁の記者会見が15時30分、いつもの時間にありますんで、この日っていうのは、昼あたりから荒れていくんではないかなと。場合によっては、巨額な投資マネーをね、 為替相場から引いていく投資家さんもいらっしゃると思いますので、それによって大きなうねりが起きるというふうにも、毎月のことですけどねえね、ー、思っております。で、夜なんですけども、ご覧のように材料が並びます。ADP の雇用統計、その他 FOMC の金融政策決定会合が終わりまして、FRB の記者会見もございます。もう本当に荒れに荒れるということでございますね。で、案外荒れないかもしれないというね、まあ、よくわからない水曜日から木曜日になってきます。 まあご覧のように濃い材料がガンガンと打ち込まれます。23時には ISM が出ますね。これも結構ね、経済指標を動かすところです。今のところどうなるかこうなるかっていうことを、それから曜日別のこのグルーピングもね、 本当にできないとこですんで、まあ、荒れるよっていう一言でね、まとめさせてもらいます。材料によって、えー、言えることは荒れるよってことですよね。<laughs> もしくは荒れないかもしれないというね。もう本当わけがわかりません。はい。以上、材料についての見通し。見通し立た,たずっていう見通しですね。それでは。